はい、柳瀬博文君はい、えー、お三方ありがとうございました、えー、大変貴重なあのご意見をいただけたかなというふうに思っておりますあの時間の関係でちょっと須賀波参考人に特にですねお伺いしていきたいというふうに思いますけれどもこのマイクロプラスチックの影響なんですけれどもこれ生物に対してですねどれだけのインパクトがあるのかということがなかなかよくわかっていないんだということもですね言われているわけですけれども率直にこれがじゃあ巡り巡って人体 等々にですねどれくらいの影響があるのかというのはどれほど今、知見が重なっているのかということそれからこれからの研究の何か展望等々あればですねお聞かせいただければというふうに思いますがいかがでしょうか。津波参考人 はい、あのいくつかの参考資料の方にですねあの掲載させていただいた、まあ、いくつかの科学的なあの成果も出てますが、まだまだそのエビデンスとしては、えー、決定的な影響というのがあるんだということまで言ってないというのが実態だと思います、でやはりあのこれはあの菅参考人からもありましたように、我々まだデータが不足している、で海というのは本当にあの目の前にあるんですが、なかなか我々そこが見えてない部分がたくさん。 ありましてでそこに対してやはりこのしっかりとデータを取ってきてそしてそのインパクトを出していくための研究っていうのはまさにこれから進んでいくんだと思っておりますのでまだそういう意味ではこの段階ではえい、ー 実際に人間の生態に関して必ずどれぐらいのインパクトがあるのかというところまではいろんな意見がまだ揃って,ているという段階でありましてこれからの科学はそういったところに期待されるというところだと思います。 はい、柳瀬君、はい、ありがとうございます、えー、これは研究を進めていくことが必要だなというふうに思います。あのー、それでですねこの、えー、海洋プラスチックごみの排出量の推定値という、えー、23ページの資料があるんですけれども、これを見ていると、まあ、日本からの流出は2万から6万トン。 に比してです、ね、中国は132万トンから353万トンということで、も桁が違うということになっていて、かなりボリュームがです、ね、の差の開きがあるなというふうに思っているんですけれども、ということであれば、これはやっぱり中国やです、ね、あの流出量の高いインドネシア。 等々にです、ね、国際的な枠組みでしっかりキャップをはめていくというような作業が必要なのかなというふうに思うんですけれども、そのときに今、重要となってくるこの枠組みというのはどういったものなのか、またその中で日本はどういう役割を果たしていくべきなのかと、この点についてお聞かせいただければと思います。津波参考人 はいあの、重要なご指摘、ありがとうございますあの。関連する話でございますけれども、中国があのハイプラのですの、ね、輸入規制をしたときに、ほとんどの日本のプラスチックは中国に輸出されてたものがです、ね、ASEAN、えー、の,の方うに、えーまあ、変わっていったということでありまして、まあ、それぐらいその中国というのはあの、排出源でもあると同時に、その処理の方もあも非常に大きなあの力を持っているということであります。それで やはりここはあの国際的な枠組みも重要ではあると思うんですが、やはり私自身、私が思うには、バイで,ですね中国としっかりと交渉しながら、どうしたら彼らが、 あの彼にとって現実的なソリューションというのがあり得るのかということを一緒にですね議論し、そしてこちら側も技術あるいはやり方も含めてしっかりと提供していくということが重要かなと思います。国際的な枠組みを作ってもですね、実際にそれが行われるかどうか、あるいはこのやれやれというだけではなかなか動かないということもありますし、ま中国それから例えばインドネシア、インドいったような国についてはやはり。 しっかりと協力もしていきながら、そして彼らと一緒にそのソリューションを考えていく、そのためにはやっぱり倍の関係の中で、二国間の中でもしっかりと議論していく必要があるのかな、ですから、国際的な枠組みも必要なんですが、それとは別にです、ね、その2国間対話もしっかりやっていって、そして具体的なソリューションを地域レベルで一つずつこう出していくような、そういった地道な努力も必要だろうと思っています。 柳瀬博文君、はい、ありがとうございますとなるとです、ね、ちょっとお伺いしたいんですけれども、これ、日本はあのかなり意欲的だと思うんですね、このプラスチックごみの処理であったり、ま、技術開発等々にもあのかなり意欲的だなというふうに思っておるんですけれども、この流出量の多いその他の国、ま、中国、インドネシア等々はです、ね、でこれ、意欲があるんですかね、こうあのまあ、そもそもこうその意識がどれくらいのレベルであるのかと。 いうこと、これをちょっと、あの、現実感としてですね、お伺いできればなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。津波参考に人。はい あのまあ、もちろんあの、私自身は意欲があると、国としてはです、ね、思っています、ただ、そのソリューションが現実的な何を、何から手をつけていいのかとか、そういったことがなかなかあの難しいんだろうと思います、それはあの、えー、政策の執行の仕組みも全然違いますし、地方、あるいはインドネシアでありますと、いろんな島がたくさん集まっておりますので、えー、そういったところをまずしっかり調査をして、でどこが一番問題なのか。 でどこの地域に何をすれば効果的なのかっていうことは、彼らのだ自身ではなかなかああの調査ができないっていうこともありますので、一緒にそういったところを,そのを探してあげてで、協力をしていくっていう、こうピンポイントでいくつかこう効果的なことをやっていくっていうのが必要かなと、まあ、パラオの事例なんかは、この中で少しご紹介させていただきましたけれども、それぞれの国情に合わせた、まあ、ソリューションというのをやっぱり一緒に考えていって、で日本 日本の外交的な戦略性の高いところからそれを一つずつやっていくというようなことが重要かなというふうに思っています、はい、ありがとういございます柳瀬君。これ、国際目標がいくつか SDGs も含めてです、ね、ブルーオーシャンビジョンというものも含めていくつかの目標数値が出ているんですけれども、これ、2050年までに追加的な汚染、海洋プラスチックごみによる汚染をゼロにすると。 いうようなことが謳われているんですけれども、これ、具体的にですねこの海洋プラスチックの流出をゼロにするということというのは、今おっしゃったような、どういったソリューションによって、ですねこれはゼロということを具体的には想定をされているのかということなんですけど、何かビジョンがあれば、お聞かせいただければと思うんですけど津波参考人はいあのー。 まあこの議論をしたときにですねあのやはり我が国でおいてリサイクルも含めた 3R ということでえまあもちろん 現実的に今すぐプラスチックの使用をやめると、あるいは物によってはプラスチックが非常に役に立っているようなプロダクト、製品もいっぱいありますから、まあ、それを全部こう一気にやめるというのは、現実的ではないだろうということもあります、ただしまあつく、必要なプラスチックをどれぐらい発生源を特定し、それが海に流れないようにするか、そのためには、ほとんど100%に近い形のリサイクルということを実現しなきゃいけない。 そこがままず1つあると思いますそして、そうやりながら最終的にはプラスチックに代わる製品を作っていく、ですからそういうその技術開発も同時にやっていくという、2段階で実現していくということになろうかと思います。ただ欧米の 中ではです、ね、もう 3R じゃなくて 2R だと、つまりもうやめ、基本的にはプラスチックを使っている以上は、必ず海に出てしまうものですから、まあ、そもそもそこを止めなきゃいけないっていうような議論もありますので、まあ、その辺のところをどういう形で具体的にこの,ビジあの目標に向けてです、ね、インプレメンテーションをやっていくかっていうところが、これからあの、まあ、日本はその大阪ビジョンを出しましたので、それに向けてちゃんと実行していくという。 ということと、それから途上国に行って、あるいはそういった発生源に行って、まずはここにえ解決するシステムをですね、え作っていくと協力して作っていくということになろうかと思います。柳瀬弘文君、はい、ありがとうございました。あの時間が来ました、終わります。ありがとうございました。